カナディアンエスキモードッグカナディアンエスキモードッグとは、カナダ原産のソリ引き用の犬種のことである。単に、エスキモードッグと呼ばれることもあり、イヌイット語では、クインミク、キングミクと呼ばれる。なお、エスキモーという言葉が、肉を食らうものを意味する差別用語、放送禁止用語であるためカナディアンイヌイットドッグと言い換える、専門家もいるが、リンゴと同じく名前が広く浸透しすぎているため、 なお変えれば、混乱を招く、危険性が高いため解明は行われておらず、現在もカナディアンエスキモードッグの名が、正式名称として使われている。太古の昔から、カナダの北極圏でイヌイットによって飼育されてきた古代天守である。そのため老いたちについてははっきりとしないが、グリーンランドのグリーンランドドッグやシベリアのシベリアンハスキーなどの他の北方反引き天と、 何らかの関わりがあるのではないかと言われている。もともとは広い地域でソリを引くのに使われていたが、時にはアザラシやホッキョクグマを狩るための猟犬としても使われ、生活に欠かせない大切な存在であった。原産地で非常に人気のあった犬種ではあるが、外部の人が本種を発見しブリーディングなどに干渉を加えるようになるとその状況は一変した。 優秀な犬はほとんど持ち出され、シベリアンハスキーなどとの根血が進み、さらにソリを引く仕事自体が車にとって変わられるようになり、人気が低迷、頭数は激減してしまった。1920年代以前は2万頭以上も存在していたが、1970年代頃になると、約200頭しか純血の犬がいなくなってしまうほど、頭数減少が深刻化し、 絶滅寸前となった。しかし、イヌイットと愛好家が、犬種クラブを設立し、残された純血の犬を探して、ブリーディングを行い、なんとか頭数を回復することができた。その後良さが見直されて、再び人気の犬種として帰り咲き、アメリカ合衆国のアラスカ州をはじめとする、世界各国の犬ぞりレースで多く用いられている。イヌイットの生活にも本種が再び使われるようになり、 その他の一部の犬はペットとしても飼育されている。日本犬のようなスピッツタイプの犬種で、ボディは筋肉質で引き締まっている。混ズると足は長めで、耳は立ち耳、尾はふさふさしたき尾である。コートは厚いショートコートで、防寒性が非常に高い。毛色はホワイト地にクリーム、イエロー、レッド、タン、ブラウン、グレー。 ブラックのいずれかの色がマーキングとして入ったものなど、体高51から69センチメートル、体重27から48キログラムの大型犬。性格は温厚で非常に友好的で、他の犬や猫、うさぎ等に対しても仲良く接することができる。子供も大好きで寛容である。髪癖も聖犬になるまでに残らず家庭犬としても非常に優秀な犬ではあるが、 自分より上位であると認めた者の,の命令にしか従わないため、しっかりとしつけておく必要がありその点が初心者にはやや難しい。運動量は非常に多く、そ引権としてはスピードを出して走るよりも、持久力を活かして長距離を走ることに向いている犬種である。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、 2007年、ありがとうございます。